NP コンサートの代表。何の関係やってるんだよ。まあ、聞かれれば、市川さんも好きなんですよ。市川さんじゃないから。中ばっかりの人が、私の生産庫じゃないから、集合写真は。あの写真のね、隅っこにね、ケツさんいたから。この頃には、もしかすると頑張れば、その木原十一がひたちなかの状態でやってくるかもしれません。オレンジ曜日一色で。ついにこれが販売されてる。さあ、データしたら、結構無音だから構いません。そうで、あれは帰っていっちゃってるけど、はいはい、これは箱文字ちょっと見えてるね。これが、そうです、はい。レターシート書いて、最後これ一緒に。はいはい。これ最後じゃないよね。やっぱり、はい、データシートとデータ落ちにお願いします。バックミラーつけてる人はないな。あなたに困いって言われたのって2回してきたらいいよ。ギリギリともがまって課題が。カッターナイフは切れないからね。ワイパーだな。そうだね。俺らのは、俺らの。走れるわ。メガネ2つだから。そうなんですよ、マジで。一回バラしてるんでしょ。今日は暑いね。この中も暑いね。外の方が暑いね。バラしてる。夜バラしてる。いいから。場所借りますね。じゃあ。来てやるな。バラだ。130。新宿は雨漏れ。軽すぎてね。新宿駅ね、雨漏れ。大変。昔。今はもう。雨漏りをしております。こっちに。こんなピンもありかよ。良かったね、俺ら、いい時間帯に。でも、俺らまだパラパラ降りるところだと全部やかも。Thank you.
最近の作品では、うん、野菜ちゃん。だから、お母ちゃんに極力手伝わせてたまる。極力、楽しみ。増えるようにした。いやいや、あんまり楽しみじゃないですよ。しょうがないわけですよ。楽しいと思わない時がもうすでにね、私より若いのに、こっちは老化現象じゃないから。この人も自分が作れるけど、
ユニットの。ベトナムの匂いが。でもうちもやるよね。やっぱりどれだけちょっと。ああ、そうだね。